皆さんこんにちは、登録屋です。今回はですね、糊を置いた中に色を刺していきたいと思います。これ円珠ですね。鯉と臼ですね。であとこれ藍です。でこれがアルミですね。それでは早速やってみたいと思います。これで、柄付けが終了となります。皆様の体験はここまでとなります。はい、蒸し上がりました。洗い終わりました。シワが伸びて、これで完成となります。いかがでしたでしょうか。振り返ってみますと、最初の水墨画の原画ですね、ここから線描きで図案を起こし手ぬぐいを染めたという動画になっております。手ぬぐいはですね、こういうですね、天然繊維のものはですね、こうトレッキングなんかの時にですね、その汗取りとしてこういうふうに三つ折りぐらいにしていただいてですね、こうやってマフラーといいますか、こういう首に巻いていただくとすごく使い勝手がいいですから、ぜひ皆さんですね、こういう感じでお使いいただければと思います。いつかですね、皆様とワークショップでお会いできる日を楽しみにしております。本日はどうもありがとうございました。